いいよ。6月に楽天モバイルに au から k から楽天モバイルに切り替えることにしました。で、今1回線持てるんだけど、その楽天モバイル、自分が持ってる楽天モバイルの、中にログインして中に入って、端末を見るとで定価で売ってるのよね。新規の方は当然だから、楽天ミニでも0円で売ってるけど、2回生命になると、もう品切れてないんだけど、18,700円だったかな。はぁっていう感じで。あと、もう、あと、何 ?18,750円だから、まあ、2000円ぐらい出せば2万5000円で、あれ買えんじゃないの？シャオミの、レズミノート QS とかいうやつ？は？っていう感じで。うん、まあ、シムナ契約できるからいいけどさ。うん。そうね。もう変えていこうと思います。今日ね、ちょっと au にね、au のガラケーを私持ってるので、それを、楽天 のモバイルの、MMP しようと思って、で、やったことだ、MMP ってやったことなくて、au のカスタマーセンターで電話すると、やっぱすごいね、au さんはすごいっすわ。引き取れないようにね、もうあなただったら、第二世代の iPhone とか、Xperia のなんとかなんとかとか、Galaxy の AA の40か20かわかんないけど、それを渡せるとかね、なんとかかんとか言ってたけど、うん、で、それって全部au 用にソフトがカスタマイズされてるんですよね、って言うたら、いや、そんなことないですよ、とか、なんか、なんか言ってたわ。うん。そんなわけあれへんかな、みたいな。でもスマホ電源入れたら au のなんか文字出てくるんでしょって言ったら、はい、そうです、っていう。じゃあ、カスタマイズされてるじゃん、とか思いながらね。もうそこはもう話が長くなるのでやめましたけど、おばちゃんでしたけど、まあ引き止めないようには、ね、話をすごくね、引っ張ってでしょ。はあ、じゃあまあ、楽天モバイルに変えようと思います。はっきり言ってもう勇気いりますよね。2回戦もね、楽天モバイルを持つってバカですからね。うん、で、楽天で周波数が 2.1 で、今日もね、お得情報さんの YouTube 見たけど、プラチナバンドのなんか取得がどんどんこうので、早くて、人生23年っていうことだから、今年は絶望ってきて、来年の今頃くらいに、早くてやるんじゃないかな、かかり始めるんじゃないかなっていうことでは、どちらにしてももう、早くても5年くらいで、やっと使えるようになるんじゃないかな、みたいな。感じはしますね。うん。で、au さんも言ってたけど、楽天の悪いところは、やっぱりその、電波が一つで、待機圧迫とか、通信障害、そんなこと言ってたね。UQ をおすすめします、みたいなこと言われたけど、まあ、そうですね。まあ、僕も考えてます。楽天モバイル行って、もうダメであれば、もう、UQ モバイルにしようと思ってます。au に残るんであれば、なんとか、iPhone 第2世代とか、ソニーとかね、ギャラクシーのものすごい古い、なんかマイナーな、なんかわかんない、A のなんとかかんとかやつを、0円で提供しますみたいなこと言ってたけど、まあ、いらねえわと思ってね。特にちょっと au はいらねえやかな。au とね、ソフトバンクがなんか苦手意識がすごく強くて、それやったらもう UQ か、Y モバイルか、ドコモがいいかなっていう感じですわ。うん、まあ、でも勇気を出して楽天モバイルに行こうと思います。でも楽天モバイルの欠点は自分で感じているところがあるんだけど、なぜ楽天モバイルを選ぶかというと、やっぱ電話が量はただっていうことですね。私49歳で中小企業の会社です。会社から携帯電話を渡してくれることなんてありません。ということは自分で電話をしなきゃいけないっていう。
電話代が莫大になっていくので、そうなるとやっぱ楽天の楽天モバイルの楽天リンクですよ。で私ね、シャオミのレドミノート8ですね、8プロを2枚挿して使ってみたり、ファーウェイのドマライト3とか、あとファーウェイの P30 ライトにも、SIM を2枚挿して、まあ、1枚目は楽天のアンリミットの SIM を1枚挿して、2枚目は、ドコモ系の格安 SIM を挿したんだけど、両方データ通信オンにしてると、楽天リンクで電話するときはもう途切れ途切れで使い物にならないですね。電話するときはもう、もうどこ、楽天の電波がダメなときは、もう、楽天の SIM 自体をもうオフにしとかないとダメです。で、ドコモ系の格安 SIM で、だけで、電話するっていう形か、まあ、ドコモじゃなくて楽天に入って、SIM で電話が入っていけるんだったら、格安 SIM のドコモ系のやつはオフにしとかないと、端末の中で2つの SIM が同時に動いているっていうことは、もう本当にダメですね。ラジコですら、切れてしまうので、楽天って僕大阪市、じゃあ西宮にいるから、全然楽天の自社回線が入るんだけど、ラジコを聞いてるのに、ラジコなんてね、1メガとか全然使わない。300kbps がもあれば十分かなっていう感じなんだけど、それでも途切れるからで、2枚 SIM をセットにすると。で、そこでどちらかの、SIM をオフにすると、綺麗にラジオが一日中流れるっていうあれがあるので、電話もそうですね。なんかダブル SIM、DSDV ですか？あれはちょっとね、問題ありですよね。あれはあかんわ。っていうね、面白く話してしまって、ごめんね。まあこれ、俺の足や。これもうすぐ50歳になる足です。と、光の反射では結構ありなんだけど、ということで。